よ、バフルアリーナセブンス決勝戦ですね、はい、ハンジー選手 VS 業者選手、まさかのまさかのナイト対面っていうのがちょっと面白いですね。全然予想できなかった。これはガンガンブレイクしていくデッキが生き残らなかったですね、今回の環境は。強いデッキなんですけど ね、 そうですね、確かに勝てる状況を作り出すっていうデッキが最終的に残った感じですかね、若干コントロール気味のデッキが2つ残ったっていうのは素晴らしいですね。多分この決勝にこの2つのデッキが残るっていう予想してる人はマジで少ないと思 う、 うん、正直そうです、ね、白騎士対ナイトになるんだって思わないじゃん、今の環境やってたら。どっちも殴るデッキに強いですね。バルガレゾ、キリコ、5色、B ロンがどれかあるじゃん。そうですね、びっくりです。いや衝撃びっくりですか。衝撃の試合が今始まってるんですけど、シーザーが2枚目か。シーザーも強いもんね、このデッキに対して。このデッキに対してはシーザーかなり強い、強いよね。ヘルが強いですね。ヘルでだって3枚とか4枚倒すと全然あるもんね。粒まとめて消したりは全然ありそうですね。さあ対して、まあ、基本的にはシャルロッテとかそこら辺も大事にしてきたよね。シャルロッテ、そうですね、バレットバイスのリカバリーできるカード置いておく。意外とバレットバイス食らっても白騎士なんとかなるって思いがちだけど、意外と打たれるときついからね。そうですね、ちょっと、まあ、先行はあんま欲しくなかったかもしれないですね、逆にね。選手はどっちかというとリソースの方を大事にする方向の方が良かったのでしょうか、うん、うね、はい、地味に今プラスワン引けたのちょっと強いですね。あ、そうですね、白マナとして確保できたんで、はい、これヘルなんか10マネヘル打つとか全然ありますからね、この対面。ちなみに手打ちのヘルがありますか。後半はあると思いますよ。今はいらないけど出していくんだ。そうですね、プレイしていくか。こう、そうですね、そうすると今までの、うん、マッチとは違って白騎士側が戦い方変えてくる可能性っていうのが、そうですね、だし、まあ、やっぱ固めてもやっぱヘブンで決めきれないっていうのが結構苦しいと思う、この試合、うん、で立てた理由としては基本的にナイトを上から取れるっていう感じなんですよね、マッコルで、はい、そうですね、うん、マッコル、マッコルここから大活躍ですね。そうですね、意外とナイト削れたのきつかったか、まあ、でもあんま関係ないっぽいですけどね、見た感じは。結構ただ地には響かないような印象ですけど、しかもランブルどうしようもないから、ランブル割とどうしようもない、ヘブン打ってもまたそうですね、もう一回覚醒しちゃうから、うん、ランブルきついか、ちょっときついかもしれないですね、まあ、ヘブン打ってそのターンに倒さなきゃいけないの、何よりスレイヤーっていうのも立ち悪いですよ、とにかく。そう、呪文がないから何か一人は犠牲しないといけないっていう。ランブルきついわ。確かにそうですね、白騎士デッキ でグローリーゲート打てばいいもんね。そう、今まで除去が薄いデッキとのマッチだったん で今回がもう結構初めての。正直ナイトの方がかなり有利だと思います、このマッチは。個人的にですけど決めきれないと思う、白騎士側が。割とのらりくらりやったら厳しいぞ、ね、ネロかアルカディエッグかどっち持ってくるか。ドラムトレーボール、ドラムさん持ってきてブラッドシャドウか。まあ上から捉えてもねいいもんな。アスティノスケールがこれきついね。はいはいはい、かなりきついですね。信じられないぐらいきついですね。信じられないぐらいきついですね。次のリライブホールこれ結構地獄じゃないですか。なんかかなり苦しいですね。まあブラッディシャドウ取ったらリバイブホール、取らなかったらバレットバイスなるのかになってくるんですかね。これはねきついね、白騎士こっからついね。で正直白騎士使ってると仮定しても俺勝てる気しないもん、ないと思う。どう勝っていくか、それはもうあの今この展開だからっていうよりかはもうデッキとデッキで見てってことですね。まあまあ、そう、本当にあのアスティノスとかシャルロッテとかをバンバン引いてピラー張ってみたいな感じですか。ピラー張れるは結構変わってきます、ね、1個勝ち、もうアスティノス連射して手札いっぱい溜め込んでウッズでウッズで殴っていくっていうのは1個打ち筋としてはありそうですけど、そのルーター取れないと結構きついか、とにかくパワー勝ちできるシチュエーションっていうのを少しでも増やしていけばまだ分からないかっていう。まあ、バレットバイス打つ必要ないもんね、これ。もう普通にリバイブホールでランブルで一番強いから、そういう手分もないし、もう盾を増やしておくかどうか。ブレイクか、1点いきましたね。はい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 、なるほどね。
メログリス行きてえな。うん、行きたいですね。これどう動いても強いですけど、まあリバイブ、もうデラザンジが来るな。はい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 、はい、これボールでドラムドラム221か、クロリゲとか、うん、はいはいはい、いやこれもめちゃくちゃ強いですね。まあゆっくりですからね、はい、いやこれめちゃくちゃ強いのは次アスティノス引かれてもバレットバイス2連打で全部畑を落とせますね。うん、さあおー、マバラドとか、うん、はい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 、いやーきついよ。なるほど、これはきついですね。いやピラー引けてるのは結構いろいろあったんだよね、はい、シャルロッテからどんどん連鎖していくとかあったんだけど、うん、行って早い動きもできたりはしたのかもしれませんが、ちょっとそのベストの動きとは遠かった。ドラムトレボール2枚はやべえわ。もうちょっと止まらなそうですね。もうずっとマナ止めるしかない気がする。やると苦しいぞ。その時のヘブンだって3ターン後だもんね、このターン含めて、ね、はい、うわドラムトレボールめっちゃあるじゃん。 まあそう、 まだ引きましたね今。可能性あるとしたらデッキ切れですかね。1個の可能性、まあでもデッキ切れで終わることないんじゃないか。ないですか、シーザーがいる限りは。シーザーを一旦ヘブンで返して、あー、はい、もうそのデッキ確保の手段を、ね、はい、なくしてからの、まあ、それぐらい厳しいですよね。デッキ切れを狙うレベルで厳しい状況になってますね。もう本当ありえない確率でしょ。うん、ありえない確率を目指すレベルできついですね、この盤面は。もう多分手札から1回ヘル打つとかありそうだけどね、なんかどっかで後半引いて、うんうんうん、マナーでも貯めた方がいいと思う、永遠に。今業者さんとしてはどんな選択肢で悩んでそうなんですかね。まあリバイボール打つかどうかじゃないですか。アバラドコラスか、やっぱりそこですかね。はい、リバイブ打ちました、うん、行ってくる。はい、ランプ打ちました。ブラッツィア出す、うん、ブラッツィア強いんだよな、マジで強いセブンで、セブンで消えない、消えないんだよ。あ、うーん、まあ、置くか、さすがにウッズは、ウッズ置きますね。うん、ただもう一ターンでランブルが覚醒することが確定されてる、約束されてる、はいはい、じゃあ出しますか、はいはいはい、ウッズの方を、なるほど、うーん、プレイか、ウッズ、うんうんうん、はい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 、ブロックか、じゃあブロック、そうですね、アンタップ、アンタップしちゃうからするので、うん、別にブラッツヤードいらないもんね。そうですね、今はそんな大事にしなくても良さそうですけど、手札よりもそうだが、どうだ、後の可能性考えたら念のため守った。あ、トークって、あ、はいはい、トーク、エッグないからかな、エッグ引きに行きましたかね。うん、はい、ヘルを当てて裏返りました。あ、強っ、 うわ、今引いたじゃん、すごい速さで間延びましたね見たことないね、はい、ね、今あんま見たことない速さで間延びたな、効果処理の速さでしたね、今もう。なるほど、こうなると苦しいな。いや、ランブル強いですね、これ、はい、ブレイクも考えてるのかな。強いですね、ランブル。もうランブルを場から消すのは相当難しいですよね。うん、学びた方がいいか、8にしといた方がいいか。うん、そうですね、とにかくいつでもヘブンを迎え入れられるように。うん、出しますか。うん、出してってか、はいはいはい、一応は処理されて場から白騎士消えるのを嫌ったかな、うん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 、1枚バルトバイスいらないんじゃないか、もう、そうですね、3枚はもういらないんじゃないかいらそうだが、うん、うん、来ましたね、
アバラウドで、はい、本来の施しを全部持ってきて、でまだネロが、さらにリバイブ、さらにアルカリアイク、どうなんだろう、ネロ探しに行くか、探しに行っても全然良さそうですね、グロリで探してきてって感じですかね、うん、あもう切りに行くね、リバイブでもう2体目の、ね、まあ、はい、待っても一応シーザーアスバー1個湧くからっていう考えかな、うんうん、アンジー選手は何を引けばいいんだ、一旦まずヘブンか、一旦ヘブンですね、マナを入れそうですかね、うん、1にも2にも、プラスマン1枚マナに置いてるんですよね、両者選手が、あーそうですね、1枚置いてましたっけ、はい、うん、置いてたよ、もう1回プラスマンどっかで引いて打ってから行きたいっていう気持ちも若干あるか、うん、確かに、うん、まあ、スパークからの大裏みたいなところですかね、基本的に、あーでもあれか、トリガー銃で、あ、そう、それも含めて、はい、ちょっとありえちゃうかもしれない、うん、出しすぎるとヘルの的になってしまうから、俺の手打ちヘルの予言があるかもしれない、ね、ありそう、ありそう、このためあるんだよ、確かに、うん、確かに、はいはいはい、出さずに、じゃあバレットバイスで打つか、はい、マナも置かずにプラスワンが一番下、うん、プラスワンまだしている、引っ張ってきて、あったか、今引っ張ってきて、引っ張ってきたのか、うん、ラムでシャッフルされるから、はい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 、そうそう、はい、ラムブルが2体並びましたね、プラスワン引いたのは、うん、確かにもうこれは言っていい見た目はしてますね、盤面的には、そうですね、ヘルってから行きたいですね、うん、そうですね、プラスワン打って次ヘル打っていく感じですか、まあ、そこからって感じですかね、まあ、バラードかなんか適当に置いてね、はい、うん、これ、まあ、バレットバイスプラスワン打てば返しのターンでヘブンが来ないので、うん、で10マナ貯めて、うん、いいと思う、繁盛さんの予言通りのやつって感じですかね、はい、うん、なるほど、プラスワン別に打たなくてもいいよ、まあ、どっちにも良かった、うんうんうん、はい、天童か、天童もそうですね、引かれて怖いカードは何もないですね、強者選手は7マナは、そうだね、なんかちょっと紛らわしいカードだね紛らわしいカードが来た、紛らわしいは確かに言えてみようですね、なんか紛らわしいね、そいつは紛らわしい、絶妙にそのなんか選曲を変えそうで、ちょっと響ききらないというかなというか、うん、まあね、そうですね、冷静にブロックで浮き上がってしまうので、アルカディアエッグが命中してしまうと、うん、まあ、アリカディエックプラスワンとかでめっちゃきついんじゃない、めっちゃきついですね、で、次ヘルか、うん、7マナなら結構業者選手が安心してるんじゃないですか、そうですね、8マナだったらいろいろトップヘブンとかで盤面取らなきゃいけないけど、うん、別にこれは両方取んなくていいもんね、うん、片方でいいから、うん、今おかげで結構大胆に動けているっていうところもあるんですかね、うん、そうですね、結構8枚に到達させないようにバレットバイスを2枚キープしてたのが、うんうん、結局マナ置きはまあ1回だけでしたからね、あそこ、はい、そして殴った後に今こちらの時間もあれですか、ステリオスで行くかどうかのやつなんでしょうかね、うん、そうですね、まあ、盾を増やすことのメリットがあるかどうかって感じですね、うん、まあ、一応ブラッディシャドウも取れるしみたいな感じだよな、うん、さあ
アルカディックもう一枚来た、うん、強いね。アマラのとこいるのかこいつは。やなそうな気もするが、もうそろそろって感じですかね。はい、一応何かしらあるのか。一応持っといてもまあいいか。このターンは、うん、関係ないもんね。十にしてもそんなに。とりあえずアルカディックとプラスワンが打てれば、はい、そうですね。プラスワンどっちでもいいっちゃいいか。プラスワンどっちでもいいか、うん、まあ、本当安心したいかどうかみたいな感じになってきますか、うん、ここは打って良さそうですよね、プラスワン、うん、まあ、俺も打っていいと思う。裏目がないからね、うん、シーザーで山は回復するんで、デッキは回復するからですね。私まあ山札8枚あれば十分殴り切る時間はありそう、うんうん、ガンブルはね、これヘブンで取られないですからね。覚醒前に戻るだけなんで、うん、それは強い。結局もうただのスレイヤーとしていられるだけで十分にその脅威だし、しかも、うん、まあ変身ももうこのデッキ相当しやすいということで、そうですね、はい、ネログリフスが全然見えないね。そうですね、うん、ゼロ枚かまだ。確かにどこに行ったのネロ。お休みしてますけど、盾もまあまあ割られてるんですけど ね、 そうですね。みんなもなんかコメントでネロトイレ行ったって言われてる。行ってないよ、どっか来るよこれ。もトイレ行った人と盾落ちた人、まあ、プラスワン一応打つとあれかネロが引けないとかあるのかな、ね、引きづらくないとかあるのか、まあ、ネロ引く必要そんなにないか。でもまあね、まあ、ここまで来てしまえばそうですね。結構もう致死量は出そうですけどね、ダメージ的には。ゲートかヘル2回打てんのか、強いね。2回打てるね確かに。これヘル打ってさあれだよね、あのマッコロってさいないとダメだよね白騎士が。あーたそうか、うん、の方です確かに、はい、それが強いよね。それが強いです。確かにトリガークリーチャー出ないのか、うん、そうか出てもタップされないから、その最初ランブとか殴っていけばもう一回ヘルでシード焼けるよね、うん、そうそうですね。エンドお、エンド、お、何が見えた。で、しかもヘブ引いてんじゃん。こうだったらいいのにが、そう。こうだったらいいのにがやっと来ましたけど、とりあえず。エンドか。なんだ。いやけど、またランブルは解除してももう一回覚醒しますね。まあ、ただ、まあね、シャッフルしてないですもんね。うん、したっけ。シーザーはシーザーいくよ。あ、そうかそうか。うん。せめて除去はしてもよかったような気がするが、アルカディエッグ取って2枚取っておく意味はなかったから。これ先ほどちゃんなべさんがおっしゃってたデッキアウトの線ちょっとだけ出ますか。そうですね、これ若干あるね。右だけ出ますかこれ。えこれちょっとやばいですね。ひっくり返るか、ひっくり返るか、そうそう2匹いるから。あーなるほど、1回は絶対わかる。はいはいはい、どうですか。なるほど、シーザー1枚、まあ、シードあるもんね、まあ、ルカリエッグでいっか。ルカリエッグでなぐりきれるかどうか、なんかちょっと苦しいね。ちょっと苦しいか、まあ、できますか。はい、俺来てれば僕ね、ウリガー10プラス7だったよ僕ね。白騎士ゲ…そうですね、それとフルガージュプラス7でバン…あの…かなり取られちゃうよ。ランブル変えてトンカチ、一応ブラッドシャドウいるけど。そうですね、なんかすごい勝ち方になっちゃったね。なんかいや、どうなのこれ。確かにお、何かありましたかねこれ。これは黄色いシールだったので。あ、そうかそうか、何もあるのか、何も。あ、マッコル、あ、マッコルが来たか。え、これヘブン引いたら何が起きますこれ。何が起きます、ヘブン引いたら。ちょっと待ってね、だってランダムだもんね、一番下が。あ、アバラの子って今出してないよね。あ、はい、さっきですね。ランダムだよ。ランダムか。ランダムじゃないですかね。確かに、一回ミス入ったっすもんね。うん。で、ブラッティシャドウ取れるよ。リーサル…レシサルあれだけど。ちょっと、あ、え、え、あー、なるほど。そっちか。うん、そっちなんだ。まあでも、ブロッカーは立てられるからっていう判断なんですかね、これは。そうなんですかね。でも、ランブルを取れるターンが、うん…確かにそうですね。これだとヘルが、ヘルで終わっちゃうね。突き刺さりますね。ヘル見えてなかったっけ。見えてないか。ヘルは多分見えてなかったけど。
ヘブン出さないか。出さない時もあるか。まあ、ヘル、これはヘルが恨めっちゃうね。ですね。うん、俺のヘル手打ちが予言が。あったか予言。そっちが。なるほど。ほう。ヘルでよくずっと持ってましたね。うん、両者選手。うん、直感的にはすぐマナに置きそうなカードですけど、ここまで持ってたのが、そうですね、この素晴らしかったですね。後半、やっぱ持っといた方がいいっすよ。だからね、本当に手打ちできるんで、僕ちゃんと言ってました、3マナぐらいの時に、2マナか。うん、そうですね、だいぶ序盤に言ってましたね。強いんで、はい、ヘルは、この対面は。一応ヘルメタで、あれなんだ、ヘルを警戒して、そうですね、そこ行くんだ。うわー、これ外れてるからさ、あったね、あっヘブンで。だね、確かに全然あったね、うん、はぁ、一回ヘブンで裏返せば、うん、これきついか、きついか、白騎士ゲートをトリガーしてもダメか、うん、ですね、はい、なるほど、あー、なるほど、両者選手が一本取りました。班長さんの予言が的中という、いやまあたまたまですけど、まあでもいやーなんか起きる試合でしたね、何か起きるんじゃないかっていう、なんかちょっと怖い試合でした、なんかずっと落ち着けない試合でした、ハラハラする試合でしたね、うん、これでまた2戦目でもしかしたら優勝者が決まるかもしれないですね、はい、そうですね、はい、次のゲームが運命の分かれ道になるという感じでございますけれども、はいはい、うん、それでは運命の最終戦、はい、見ていきましょうか、はいはい、それでは第2ゲーム、はい、いくぞ、デュエマスタート。さあこのまま両者選手が勝ち抜いていくのか、うん、はい、アンジー選手やばい、ティリオス多すぎ、意地を見せるか、ティリオスがすごいな、できればね、アスティノス引きたいですね、うん、アスティノスとか引きたいね、引けたら全然違うんだけどな、確かに先ほどのマッチではちょっと振るわなかったというか、まあ、そうですね、あと序盤にピラーをね貼れたら本当に全然違うんですよ、はい、そうですね、パワー増えるし、うん、リアルザンジバルも怖くないんで、確かにそういう意味ではいたら強いカードっていうのが全然先ほどは出てこなかったっていうのはありますかね、こんだけしかも長時間ね大会のこの雰囲気でやってたら疲れますからね、集中がほんと消えますから、ちょっとマッコルヒダム強いですね、でも、うん、なんか懐かしいね、もうほんとメカオみたいだね、そうですね、エルカイオーからの、うん、コロビナーみたいな感じで、うん、なんか懐かしい動きだ、うん、ドラムトレボールこのターン出ないもんね、出ないですね、逆に出ないことでちょっと功を奏しましたね、うん、逃げたか、うまいこと逃げ果たしましたね、マッコルから、ティノスかシャルロッテ、うん、そこら辺が欲しいね、途中どっかに引きたいところですね、そこが来てくれれば、で両者選手が、まあ、確かにちょっと間の置き悩む感じですか、ここでも抱き手2枚、ね、連続と、はい、ダンジー選手が引いたのがラジューヌ、何も出さないもありそうですけど、ダンジー選手、うん、何も出さないんじゃない、普通にチャージエンドって感じですかね、うん、出しちゃうとバレットバイスきついね、そうですね、ツブダを、うん、次の次の段のバレットバイスが強すぎるわ、うん、そして業者選手はもうかなりいい段階を踏めてきている。お、ヘルか。ヘル、はいはい、まあ、1枚埋めていいんじゃない？しょっぱいですね。まあそうですね。うんうん、はいはいはい。うわあ、なんかアスティノスくればな。そうですね。まあ、次か。次アスティノスでだいぶ。あれね。心が温かくなりますね。強いな。トレボールグローリーゲッツ強いな。強い。うん、
エッグ置こう。それからゆっくりやるか。エッグを大切にする対面ではあるからね。そうですね。で、そうですね、今トレボール出すのは、あ、ハイル置きましたね。なるほど、はい、エッグを大切に、まあ、ゆっくりね、はい、急ぐ必要はないと、ハンドアドから取っていこうって感じですかね、うん、いいんじゃないですか。アスティノス引きたい。アスティノスどこ行ったんだよ。どっか行っちゃった。アスティノスシャルロットでもピラーでもいいのに何でもいいんですよ本当に多く望んでないじゃないかそんなに、そんなに望んでるのか私たちはいいじゃないか。それでもちょっとそうですね、なんかデッキが切れてないみたいな引きですよね、うん、先ほどから。話していった方がいいですね、間違いなく。バレットバイスが痛すぎるんで、はい、ちょっとかわいそうですね。アスティノス引けてないわ。さて、まあ、ここそろそろあれですかね、黒花欲しいかなっていうところ、ね、ラムトレボールをあれでまだボッチにグローディゲットない。あ、ないか。ないですね、はい、はい、グローディゲットはまだ打ってないですね、うん、まあ、エッグをどっ、そう、闇文明埋めたいですね、どっちか。どっか埋めないとね、エッグか、うん、ドラムか。それかもドラムトレボールを置いてグローディゲットでもいいですね。なるほど、確かに。アルカディエッグ取っといて。そうですね、うん、別にドラムトレボール別にいらんもんね。そうですね、まあ、単なる進化の種としては強いけどっていう感じですね、うん、いらないか。うん、いらない気もする。盤面に並べる必要はだし、あのヘブンで結局流されちゃうカードであるから。うんうんうん、そうですね、うん、まあ、ちょっとバレットバイスの2連発にしたいときに、うん、打たれておきたいって感じですね。単純に軽くしておきたくてっていうことですかね、はい、うん、アスティノスを引かれた返しにバレットバイスはい、シャドウ打って、おお、出さずに打ってきたか。ほう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 、出さずに打つんだ。はい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 、なるほど、ネロか。さあ、ネロは公開で見せていく。アスティノス行きたい。うおー、強いんだけど強くないね。ちょっと遅かった。ちょっと遅いね。遅かった。遅いんだけど、そうだね、遅いね。ちょっと遅いですね。だってこれピラーあったら次ヘブンって言えるけど、アルカリエッグで倒されちゃうから、うん、ちょっと間に合ってない。ヘブン置く、逆にヘブンはこうちょっとありそうですね、うん、置いて、うん、ヘブン置いた方がいい気がするけどな、マナー貯めた方がいいね、うん、間違いなくこのターンは。そうですね、さっき、そうですね、8マナーに到達しておきたいですね。やっぱ、うん、もうトップの本当に賭けにはなってきそうなので、うん、もうここのヘブンは、あ、置かないで。チャージか、はい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 。1点。はい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 。マジですか、1点いった。アルカディアイクで釣られないってことね。なるほどね、シーザーラメくれたと。はいはい、なるほど、プロだ、これがプロっすね、うん、プロだ、この人一番うまい今のうまいわ。なるほど、確かに釣れるんだ、はい、これなら取られないと。確かにその処方箋ありましたね、1個、うん、1個でヘブン出したところきつくない。ちょっときついですね、ネロ取れないし、ちょっときついですね、うん、奇跡で行かないよりかはマシっていう感じですかね。今日は支配しよう。はいはいはい、まあそうなんですよね、色がちょっと噛み合っちゃってるんですよね、うん、ここまあ、しかしそれでもサイズは正義足りえるか、うんうんうん、この動きをした以上はヘブン出しますか、完遂しちゃった方が良さそうですよね。はい、出しました、はい、我ら職士が何時ら、意外と取れねえか。18000取れないか、ね、シンプルにパワーが高くって、しかももうタップされていれば、実はヘブンとバイオレンスだけど、だし、あ、でもシーザーでデュアルザンジバルでも取れるから、シーザーデュアルザンジバルで1.7、そうだね、1.3 と、そうですね、取れないですね、ダメだ。そうか、ピラーがあるのか、ピラーがあるか無理だ。あ、今一応このシチュエーションだったらピラー割りはいけるのか割りは2枚、逆に決めに行くか、どう逃げるか、次のターン、はい、強い、おお、決める気だ、これ殴ってくるなら決めることもできるよっていう、ドラムトレボール出すのか、言葉を言ってますね、ブラッティ作動と、はい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 、
おかわりヘブンでプロですね、完全なる出してくるんであれば。おかわりヘブンはマジで許してほしいだろうな。何かおかわりヘブンピラ割った方がいいのか、これ割んなくていいよ。ないか、そうですね、はいはい、シャルロッテもヘブンあったら勝ったかもね。出すとちょっと減るの的が増えるのが怖いくてためらっているって感じですかね、これは。そのまま出してしまうともういけちゃいますからね。ヘブンしても結局きついか、今の、ま、だって縦増えてさ、うんうん、ブロックしてアルカリエッグできつくない、ネロで。あの確かに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 結局きついもんね。そうですね、きついか、結局きつかったか。スパークだったら終わってたか、試合が。そう、スパークだけが、唯一スパークだけか。実はスパークだけだったのか。そうですね、確かに。でも、なぎりいきます。いや、いつか寝るもある。シャルロットどうのかな。うん、ほそうですよね、シャルロット。あー、でも一応あれか、7にしとく、進化を。あんま関係ねえか、強いよ、強いな、これは強いな。てかあれか、いや、いいわ、あんま関係ないわ、あんま関係ない。うん、ヘルで焼くんじゃない、全部ヘルで焼いても行きますか、行っていいか、うん、うん、いいんじゃない、行っていいか。もうそういう盤面かもしれないですね。ですね。あのヘルないですね、デッキの中にないのか、おそないかの、2枚も見えてるから、マナニアとか1番に1枚置いてしまってるので、シーザーしてもヘルは落ちない。これもう1回手打ちのヘルまで粘るプランですね。となれば そっちに移行ですかね、これは、うん、あのそれならもう1回スパークで、スパークチャンスありますよね、ちょっとあるのか、白騎士スパーク引き当てれば。はいはいはい、いいでしょう。ってなってくると見た目以上にまだちょっとわからない。ラッキーシャドウが来て、はい、エッグか、シーザーか、あー、ね、これシーザープレイしてヘブンとバイオレンスで見るか、ヘブンとバイオレンス、うん、あー、そうですね、これで割りに行くか、で2面取れますか、これは。はいはいはい、あー、いつか、なるほど、なるほど、なるほど、はい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 、アルカリックでこれは強い、ネロ連打か、これが、はい、完璧か、かなり完璧に近い回答か、これは。いや、うまい、業者ですね、完全に。これは業者さんだ、完全業者ですね、ライト業者さんですね、完璧に。うわ、時間切れか、そうっぽい見た目ですかね、今の。まあでもあんま関係ないのかな、関係ないかもしんないですね。一体減っちゃうか、うんうん、キラー割りながらデュアルザンジバルでヘブン取れるのか、ブラッドシャドウ置くか、ね、そうですね、ヘル次確率に出るようにあんま関係ないけど、あ、チャージしないか、出す方でいくと、チャージなし、どうですか、まあ、ヘブンとバイオレンス打つか、ないそう、ないか、あ、結構呪文してますからね、探索で漏れてる可能性、表情的にちょっとヘブン当たってなそうですね、うん、なるほど、はいはいはい、まあ、このままマナを貯めなかったら何か起きるか、なるほど、あ、これシールに行ってたんですね、ってなると、はい、あるか可能性、はいはいはい、白騎士ゲートトリガーすれば、
でプラスワン、バレットバイスか、これバレットバイスってこと、プラスワンか、はいはいはい、自滅してバレットバイスってこと、あでもこれでほぼ大丈夫か、うん、いやこのケアの仕方もさすがですね、さすがですね、そうですね、うん、全打ちか、これでヘブンが次攻撃してきてもデュアルザンジバルかヘブンとバイオレンスでヘブン取り返せると、はいはいはい、横に行ったらエンドレムいっか、そしたら横に、うん、アンジ選手横にシャルロッテ出してエンドレムよくない、はい、スパークでいいじゃん、スパークでいいですね、ヘブンとバイオレンス打ってくるんであればトリガー、うん、主力シケーツからのミルザムか、うんうん、それいけるか、横2体出すとどうなります、2体出すと2体出す意味あるかな、2体出す意味は、まあ、返し減るはないってことは分かってるのです、そのぐらいかな、まあでも確かにどちらでも、おスパーク、なるほどね、スパークだ、エンドロもいいと思うけどね、うん、いつも1体出した方がいいのかな、エンドだとどういういいことがあるか、あでも結局シーザーで来るときに、まあ、何かしらプラスワンとか打たれてもきついのか、う、ね、うん、横に並べた方がいいか、じゃあ、あの並べなかったですね、行ったか、行きましたね、はいはいはい、難しい、難しいね、難しいですねあれ10万に近づけるためにリバイブフォール打ってそうですね、ちょっと分かりそうでちょっと分からないんですけど、全然ここ難しい、ここ、はい、難しい、難しいですね、シーザー置くだけもある、まだ全然あるぞワンちゃん、全然ありますね、ヘブンとバイオレンス墓地にないのか、いやヘブンとバイオレンスは墓地に落ちましたね、あるシーザー出したときに、そして2面処理だもんね、うん、2面処理できますね、そうですね、はい、エンジェルコマンド、ヘブンとバイオレンス引ければ完全終わりか、あもう探索でも、はい、もうそう探索で引ければいいんですよね、ここ探索で引ければよくて、ヘブン来ました、当たれば決着か、あそれでもいいか、あまあんそっちに向かってた、そっちに向かってたってことですかね、挙動は、うん、なるほど、はい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 、でダブルか、行かなくてもいいけど、まあいやこれは決まったか、これは決まったか、エンドかと思ったが、はい冷静だ、はい確かに、いやもうそうですね、バトルアリーナのもう決勝戦、そしてもうこれヘブンでも別に良かったのか決まるかもしれない2本目ということで、まだ一応分からないですね、確かに、でもミルザムと主力士ゲートはトリガーして、延命することはできるかもしれないけども、うん、その後返しでなんかいい感じにヘブンが出てみたいな、はい、そうなってくると、またそのデッキアウト説っていうのがちょっと出てくるかも、手札に一応シーザーも一枚あるからね、うんうん、デッキアウトにも対応できると、そうですね、いや決まったか、これはこれは決まったようには見えるね、うん、ちょっ
パーカーもないか。まだ見えると。大体2枚ぐらいしか入ってないもんね。そうですね。2枚見えてますね。ターンを返します。はい、そしてランブルも覚醒しました、ね、うん、でもう一回これ状況打てるもんね、もう一回シーザーで。そうですね。そしてネロはヘブンで飛んでいかない。これはいよいよ業者選手大手をかける形になるか。ティノス全然見えなかったね。一回も出してないか。一回も出してないか。この3試合。そうですね。2試合か。2試合。試合でゼロか。ティノスゼロ。ゼロ見えはちょっとかわいそうだね。辛いね。ね、シーザーですね。最後のシーザーを出して。何が当たってもいいか、これは。何でもいい、大丈夫。何でもいいか。はい、バレットバイス、最後の最後まで攻めていきます。はい、戦い続ける。完璧か。完璧かもしれない。完璧だ。何もない。負ける様子が。そうですね。あれに延命できたとしても厳しい。ということで完封でございました。バトルアリーナセブンス優勝は業者選手です。はい、選手